外国のあれからしたら結構面白いと思うけどね、こんな政党があるっていうことを世界に発信するのは面白いと思うし、ものすごい合理的やと思うもんね。来た言う前に来た、選挙カーが完成しまして、そのことについて、政治活動用の車で、はい、なんかマスクを外そうかっていう車です。マスクを外そうか、いいじゃん。はい、平塚君、平塚って言わなかった。平塚、マスクを外そうか完成、おめでとう。さあ、まあ、高橋のモノマネしてるつもりやけど。お前、その車で駐禁するなよ。まあでも真面目な話ね、彼が政治活用の車を買いたいということで寄付を集めてて、それをちゃんと僕はちょっと疑ってたけども履行していることはすごくいいと思うし、平塚君自身党員に本当に迷惑かけずに動いてるんじゃないかな、全部見てるわけじゃないけど、で官邸前とかで自民党前とかでいろいろと活動してるのも車で通りかかったりしてるので、ぜひ少数意見であってもね、主張していることは全然おかしくないと思うので、これからもね、頑張ってくださいとしか言いようがないんですけど、完成おめでとうございます。2,3 台車が欲しいって言ってました。2,3 台車欲しいって言ってました、まあ、別に車回すのにはいいと思うので、あまりね、長屋で駐車することはちょっと好ましくないと思うんですけども、車でくるくる回るっていうのは全然まあいいんじゃないかな。平塚君を支持する人って結構いると思うし、最初はみんなバカとかいろいろペテン師とか言われるのでね、そういうことに負けずに自分を思うことは貫いてほしいなと思いますけどね。はい、島野さん、戸田市の選挙 の、はい、その予想の得票率は、得票率、うちの、そうです、どれぐらいと見てますか。すごいんじゃないかな、 1.5 から2倍ぐらいじゃないのかな。ちょっとクロスがどれぐらいその地元の人の活動が心に響いてるのかっていうのは僕は知らないから分からないですけど、まあでも取るという場所からしたら 1.5 から2倍ぐらいは取れるんじゃないのかな。当選ラインはちょっと非常に厳しいと思ってますけどね。なんていうんだろう、このやっぱり今日変えた NHK 受信料支払わない方法を教える通り、これが浸透してくるとものすごいいろんな人が問い合わせしてくるんですよね。今まではこうあくまでもなんか目標みたいなことを挙げてるので、有権者の人が質問しづらい環境だったので、もうちょっと早くこういうのをしてあげてよかったのかな。ただちょっと今回は厳しいとは思ってます。それは黒瀬が悪いとか党がっていうよりも、やっぱりスーパークレイジー君が出てたりとか、あなたの党の人かな、まあ、無所属だけども、やっぱり複数の、まあ、愛煙家とか、愛煙党か、もう本当にいろんな方が政治にチャレンジされているので、そういう意味で、票がね、やっぱ割れちゃうっていうのが僕の読みなので、クロスはすごく頑張って、いい人に頑張ってると思うので、当選してほしいと思いますけど、まあ、あれだけ不動票を奪い合う選挙っていうのは、ちょっと厳しい。
その今の出た4人の中でいうとどなたが一番だって一番それはあの女の子は当選するんじゃないですか。当選すると見てる。当選すると思います。あれだけ綺麗な女優さんで女性が一人だけですし、あのむしろ当選しない理由がないと思いますけどね。あ、うん、あのちょっと名前忘れましたけど三谷有沙さん。有沙さんですよね、はい、三谷さんです、はい、あの彼女はもう全然当選すると思いますよ。あ、そう見てるんですね。彼女が落選するよ、彼女が落ちるっていうのはちょっとあのキャラが被るとね、女性も厳しいんですけど、若い女性が他にいないので、はい、ポスターも非常にあの爽やかな、まあ、あの曖昧な公約っていうのは非常に番組受けしますから戦略はバッチリですよね。だから無所属で出たのも良かったと思います、はい、彼女も当選するでしょう。まあスーパープレジェクトは絶対ダメだと思いますけど、逆に愛煙党に関しても結構取るんじゃないですか。うん、あれはもう相当いいと思います。いや、そんなに浸透がまだできてないかな、あのそんなに取れないんじゃないかなっていうふうに個人的には見てましたけど、そうですね、当選するまで絶対いかないでしょうけど、浸透度によって、だからああいうのってもっとしっかりポスティングとかやってたら相当取るでしょうね。いや、どうもそういうのができてない、あの 初日だけあのポスター貼りはメンバーが来たんですけど、平日は基本一人でやってるので、ただあのお怒りの方大勢いらっしゃるので、あの愛煙家をいじめてるのは間違いないので、僕は結構取ると思いますね、はい、あのスーパークレジックでも取ると思います、はい、取ると思います。それはもうあの選挙っていうのはスーパークレジックが目立つだけなんで、彼が悪いっちゃうわけじゃないですけど、票を取るっていうのは共感を得なきゃいけないんで、あの彼を見てはスーパークレイジングと思ってもそれで票を入れようとは思わないです、一方で暗影家の人があの追い込まれてるっていうか差別されてることについては、あの相当皆さん思いがあると思いますから、まあ、そうですね、そういうのは意思表示として投票されると思います、はいはい、ありがとうございます、はい、あ、はい、ちなみに政治団体って20文字まで、いや、今日これが略称が。政治団体の文字数に制限はないけど、略称は20字までっていう略称があるから。国民に、国民に合法的に NHK 受信料を知らないから、なんで合法的っていう名前を入れるの、そこに。え、合法的って入れたいって言ってた。違う、合法的にっていうのは日本語に入れたいと思ったけど入れてないから、なんでその直訳って難しいのか。それだったら合法的に外したでしょ、 NHK にお金を受信料を払わない。 The party to inform っていうのは方法、インフォーム、こっちが方法なので、インフォームは伝える、周知するみたいな、周知、教えるっていう、教える、ね、情報で国民ちょっとこれは対象がないと、いやいやだから、そう、国民っていうのを入れてんのか。国民を、まあ、国民入れなくてもいいですけど、直訳だったら。いや、もう全然直訳でいいよ。その、これ、ザ・パーティーっていうのは政党っていう、党っていうでしょ。そうで、パーティーの政党。そうでしょ。で、それ消していったらね、それが教えるでしょ。方法でしょ。支払わない。ちょっとここの、言葉の単語のチョイスもちょっと分かんない。ノットペイメントやね。ノーペイメントで一つの単語。うん、だから知らないよね。これで一応直訳、その リーガルオーブ。ただオーブオーブが入っちゃってるのと、ノーペイメントでいいのかっていう。そこはもうちょっと、なんて言うんでしょう。ノーペイメントで数字にやったらいいけど。ノーペイメント一つの名詞ではあります。支払わない。はい、ノーペイメント。それでいいんじゃない。それで NHK ライセンスフィーでしょ。はい、完璧じゃん。え、なんでそんないらんもの入れたらおかしくなるのか。日本語に入ってない単語入れたらおかしくなるんじゃん。もうどうせやったら長く分かりやすい方がいいんじゃないかという件。分かりやすくって言ってたから、合法的とはちょっと言えないのよね。なるほど。あの言えないというのがちょっと見解が分かれてるのよね。
だから放送法違反にはならないんだけども民法上の契約不履行になるんじゃないか説があるのであえて合法的っていうのを入れないようにした。また言うてくるやつもおるし実際まあまあそうやな、まあ、契約して金払わないっていうのは債務不履行やからと思ったんであえて合法的ってのは入れたいけど入れないようにしたのよ。なるほど。だから英語表記にそれ入れちゃうとなんかおかしくなっちゃう。語弊が生じるってことですね。横でいいじゃん。The party to inform? Inform the message to non-payment. ここでいいじゃん。ちょっとそんなこだわらなくていいやろ。いやもうあとはインフォームだったりノンペイメントの単語のピックアップをもうちょっとソフィスティケーション。違う単語を使えたってこと。もうちょっといわゆる難しい言葉ですね。簡単にを何かあるかなと思うんですけどもうちょっとソフィスティケート洗練された言葉がないかなと考えてたんです。 あとはオブオブがあることもちょっとダサいかなとか。NHK ライセンスフィアもこれフィックスでいいと思うんですけど NHK の人がそれオブオブはあれな逆にややこしいのか。でもだって O が2つあるからオブオブじゃないあるったら普通じゃないのか。まあそうなんですけどパッと見がちょっとダサいかなとかそこら辺の話なんですね。あ、そういうのがあるんや。はい、支払わない方法を教える。公募英語はもうぶっちゃけどうでもええの。そんな何も出えへんからそんなそんこんなんで無駄な時間を使うのはやめた方がいい。直訳でこのままでいいということ。うん、あの少なくともいらんことを入れん方がいいわ。はい、あのいらんものを入れないとちょっとコロンとか使えないんですか。いいです、ね、でもうこれで決定しちゃうんで、はいはい、これで決定、はい、いやだってまた変わるしそんなそんなもんこれでも俺意外にいいと思うけどな。この中においてこれやろ。NHK 受信料支払わない方法を教えるとえ。いやこれがさ、デタラメやったらええけどさ、もう実は払わなくていいじゃん、なるでしょ。僕に言ったらもう、役所を N 教頭にしようと。教あ、教えるか。N 教頭。N 教頭。N 教頭はもう許す。信者かしら。あ、教祖の教か。そうそうそう。N 教って言うの？ N 教の響きだけですね。あかん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 。いや、まあまあ、これで。やっぱり役所と NHK 党が入らないと。そうそう、だから役所も NHK 党にするから、4文字がさ、どうなるんやろうっていうことやね。でもこれで本当に新聞載るんですね。でも N 党っていうのはみんな言うからな。別に N、だから N 国をちょっとやめてほしいよね。N 党やったらさ。そうそうだ、いまだに N 国って書いてるよって。そう、昨日の新聞に書いてた。いや、全然構えない。NHK だと、役所 NHK で分かんないんで。うん、だから NHK 党にしたの。はい。だから、党が入ればもう OK になる。ね。全部思ったの、だから。役所 NHK 党を入れときは。いやほんまに。役所は党まで入るんですね。党まで入れる。もう党まで入れないと、逆に、NHK っていう略称が使いづらいっていうのが今回分かったから略称を NHK 通りにしてもらう。それ文中にするとどっちが分かんないんで、うん、そう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  NHK って言ったらだから、まあ、まさにこうやって細かく変えていくことによってまだ返事来へん。まだ来てない。ずっと部屋にいたわけなんです。ずっとロビーもらいました。まあでも行けるやろ。これで来週火曜日ぐらいになるかな。総務省からは火曜までです。水曜までですか。いやあのね水曜日までにもし決まらないようだったら一報ちょうだいってそのまだ決まってませんって一報ちょうだいっていうだけをお願いしたいなけどな。そんな急いで。多分もうそんなこれでダメっていうことないと思う。多分向こうも一応さこういう申請が来てますって多分ない回すんやと思うよね。これを多分断る理由はないと思うのでおそらく。水曜日までって言われてるから水曜日ぐらいまでには来るでしょ。もう早かったら月曜日来るやんな。だからこれが公序良俗に反するっていうことを。でもこれ出したら NHK から国民を守る党って通りそうやけどね。
政治団体で、うん、さ最近ひどいやつがいてさ、NHK から国民を守る会から立候補するんですっつって、あの渋谷で出たやつがさ、あっちこっちで言いまくってんねん。で写真とかつけてさ、この卒業の都議選で NHK から国民を守るとか立候補しますよって言ってますよって来て、そんなやつ知らんしと思って調べていったら NHK から国民を守る会の小林やって、うん、あの渋谷で出たやつ。ほんでさ、堀江も昔の堀江さんの宮内さんのことやろ、ライブドラマ、はいはい、あの辺のやつでさ、いろいろと、いや僕、立花さんもすごく仲いいんですけど、立花さん、この人知ってますかとか、知らない人はそんなやつとか、電話で喋ったことあるけど、はい、会ったことない。会ったことない人を仲いいんです、昔から仲いいんですとかって言って、都議選じゃ、都議選23区のうちの10位は、23区のうちの都議選は。玉も行くじゃん。だから町田全体出た方がいいでしょ。私、多分その三鷹選挙区とか三鷹も、はい、府中も同じ、分かりました。それこそ、あきる野とか、はいはいはい、生放送チーム、ニコ生の会議のとこもやったよ。